武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、近畿大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が60分に対して大問が3題出題されており、大問の3つが、まあ、力学と電磁気が基本毎年出ており、それ以外は、まあ、原子が出てたり波動が出てたりという形で、割とどの範囲も出る可能性があると考えておいてください。で、問題の難易度としては、日大レベルの、参考書しっかりやっていればできます。ただ、まあ日大レベルで止めるとなると物理のエッセンスなどは正直使いにくいので、まあ、リードライトノートなどをやっておくといいかなとは思います。で、問題の構成としてはマーク、の問題 で選択肢が結構ややこしいので、この選択肢のマークミス、見落としなどをやって、ケアリスミスで取りこぼすということがないように、気をつけていきましょう。で、原子が、出題過去にされておりますので、原子分野、ちゃんと落とさず基礎を全部固めるように心がけてください。で、まあ、出てる問題の、多くは誘導、さえ見ておけば、まあ、何すればいいのかはすぐ分かるとは思うので、まあ、回答を覚えてるわけじゃなくてプロセスをしっかり見て、解けるようにしておけば、対応できるかと思いますので、しっかりですね、基礎問題を一通り網羅しておきましょう。以上が物理の勉強となります。